東京新住友ビルディングは、かつて東京都千代田区に所在したオフィスビルである。大手町交差点の角に、住友銀行系の大手町建物が建設し、晩年には、三井住友銀行大手町本部ビルと称していたが、所在地は丸の内である。2011年に解体され、跡地には超高層建築物の三井住友銀行東館が建つ。 東京駅前の後に住友信託銀行東京支店が置かれた場所にあった住友防止会社が1933年に建設した東京住友ビルディングには住友銀行や住友信託など連携各社がテナントとして入居し住友の東京の拠点としていたが太平洋戦争前からスペースが狭いことが問題となっていたしかも 終戦後の1947年暮れには銀行と新宅が使用していた1、2階部分を除くほぼすべてのスペースが連合国総司令部に接収の上で改造され外国人実業家向けの宿舎、ホテル東京として使われることになった。戦後は経済復興とともに東京地区の経済活動が一層高まってきたにもかかわらず、ドービルでは スペースの拡張ができないため、住金東京支店と本店東京事務所は極度の不便を強いられ、東京地区での業績を伸ばすためには、これに代わる新しい拠点がどうしても必要となった。住金は、業名復帰以前から東京地区の新拠点として大規模なビルを建設することを計画し、日本発送電が所有していた永代通りと西側の 日部屋通りの交わる大手町交差点の角、皇居前広場を望む約6300平方メートルの土地を買収。1953年6月に新ビルの建設、管理に当たる会社として大手町建物を住銀関係者と解散した日本発送電関係者による接班出資で設立した。住友防止会社工作部の流れを組む日建設計工務が設計。 清水建設が施行を手掛けたビルは、地上9階、地下3階、延べ床面積約5万平方メートルで、東京新住友ビルディングと命名され、住友グループにおける新しい東京の拠点として、複数の住友系企業が入居した。なお、日本初草原関係者の保有していた大手町建物の株式は、着工前の1954年9月、 すべて住銀及び住銀関係者に譲り渡された。東京新住友ビルディングは入居各社の業用拡大に伴い手狭になったので、1971年に地上12階に増築された。その後、同居していた各社はより広いスペースを求めて、相次いで移転して住銀だけが使用するようになり、1984年1月、 住友銀行東京本部ビルディングと解消され、1985年4月から住銀の単独所有となり、2001年の桜銀行との合併に伴い、三井住友銀行大手町本部ビルと称するようになった。この後、大手町本部ビルは特定目的会社大手町キャピタル有限会社の所有となったが、2007年3月23日に、 三井住友銀行が取得している。大手町キャピタルには、住友不動産全額出資の SFP 投資有限会社が、特命組合出資していた。2010年、日比谷通りを挟んだ、日本交換本社ビル跡地に、三井住友銀行本店ビルディングが竣工。本店ビル竣工を機に、大手町本部ビル、日比谷三井ビルディング、東京宝塚ビルに分散していた。 本店機能は新本店ビルに集約となった。また、大手町本部ビルは解体され、跡地に2015年、三井住友銀行東館が完成した。外壁は、花崗岩、辰山石及び石で仕上げられている。南北に通る内堀通りに面して、正面玄関とエレベーターホールがあり、基準階ではそれを挟んで、この地型に南北にオフィスフロアが設けられる。 外部に面した窓など、開口部にはすべてシャッターが設けられ、防音や防災に配慮されている。本建物は、建築業協会主催の第1回 BCS 賞を受賞している春工当初は、下記のように住友グループの複数の企業が拠点を構えていた。ありがとうございます。